日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、本日5月5日は子どもの日。まあもういい年なんですけどね、でもやっぱりお菓子は食べたいということで、青木松風庵さんというお店から柏餅、ちまき、そしてこの5月恋というお菓子を食べたいと思います。うん、どれだけ美味しいのかな。この青木、このちまきは5月の子どもの日仕様の兜をつけた、兜というか鎧をつけた絵にイラストになっていますね。このイラストじゃない通常のちまきも置いてありましたので、合わせた塩でしょう。ではそのちまきからいただきたいと思います。どんな味なのかな。はい、少し手間取りましたけど、中から白いお餅が出てきました。丁寧に包まれていましたね。大切に育ってきたのかな。ではしっかりと噛み締めさせていただきましょう。はい、続きましてはこちら5月号恋の絵が描かれたパッケージが可愛いですね。青色っていうのも子供の日らしいです。では中を開けると、おわ、外側のパッケージだけではなく中のお菓子にも鯉のぼりの絵が描いてありましたね。屋根より高く登るかな。でもその前に食べてしまうんですけどね。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ラストは柏餅。この中に白と草餅が入っていますね。ではまず白い方からいただきます。丸丸していてちょっと可愛らしいかも。それでは、はい、しっかりとあんこのさっぱりとした甘さ、お餅の弾力を感じることができて美味しかったです。こういう和菓子がもっともっといろんなところで食べられたらいいな。子供の日だけど大人も食べたくなるようなお菓子、それがまさにぴったりな名前ですね。恋みたいに自分ももっと上に登りたい。結論を言いますと、さ、3つとも甘さっぱりとした甘さで好みだったのですが、中でも美味しかったのが1つあります。でまずこのちまきについてなのですが、なんかくるまれていて特殊な形してるなと思ったんですが、お菓子としては割とシンプルな味付けで、中にあんこも何も入っていない純粋なお餅でした。もう純粋にお餅だけで勝負してみる印象ですね。なので余計なものがいらないお餅だけを食べたいという方にはおすすめです。反対にあんことか甘さも欲しいなと思っているのであれば、ちょっとがっかりされるかもしれません。で、5月5日は結構弾力のかなり強いどら焼き生地の中にさっぱりとした甘さの白あんが入っていました。なのでさっぱりとした味ともちろんした弾力がお好きなのであれば、この鯉のぼりを食べるのはいいと思います。なんか気分も上々になると思いますからね。そして最後の柏餅、こちらが今回の一番のお気に入りです。白がこしあん、草餅が粒あんだったのですが、それぞれのあんこの食感がしっかり感じられて甘さはさっぱりとしていて、で外側のお餅もちまきと同様に弾力がしっかりあってよかったです。もうシンプルなのですが、それゆえに純粋に味が伝わってきて今回の中では一番美味しかったです。というわけで今回はこちらの柏餅を代表として、青木松風庵さんは子供の日和菓子3種の中の代表として5点とさせていただきます。それでは、蚊が飛んで穴に落ちるのにうるさい気なり、まあ穴の中でもブンブン振り回られたら迷惑ですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。